どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日も元気にというか元気というか、まあ、元気なんですけど震えたらせてますけど、今日ちょっと仕事疲れてちょっとあれですね。はい、でもここちょっと画面の皆さんにちょっと元気を送るために元気を震えたらせてます。今フィフィフィエンジンエンジンブ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 ンかけてますね。はい、今日はなんかね、どうしてもいいことを思いついちゃったんです。これがまた、はい、どうしてかというと、なんかよくいいことも悪いこともなんか、あ、今日なんか起こってラッキーだったとか、いや今日これついてなかったなとか思う出来事ってたくさんあるじゃないですか。あと試練だったりとか、なんで俺にだけこんなこと起こるんだろうっていうこととかあるじゃないですか。なんでこんな時代に生まれてきちゃったんだろうとかあるじゃないですか。そういったこと、そういった時の解決法分かっちゃったんです。ですね、これ簡単なことなんですけど、まあ、信じるか信じないかっていうよりも、皆さんでね、もう皆さん等しく平等に生まれてきた男女老若男女問わず等しくね、みんなに平等にあるもの、やっぱ信じること、信じることがね、皆さんに等しくね与えられたね、目とか耳とかと一緒で与えられた才能なんですよ。でその才能をね、一つちょっと開花しようかなと思いました今日。ですね、なんか起こった時に、これね本当にね僕勉強だったんですけど、よくねあるんですけど、ありがとうって感謝しますってなかなか、ね、言えないじゃないですか。感謝しますってなんか、ああもうなんか変なことがあった時に、例えばなんか物を買ってきて袋を開けたらなんか物が悪かったとか、こうちっちゃな悩みね。あともしアイケアに行って本棚買いに行った時に、本棚買って箱を開けたら、こう穴と穴が反対向いててはまらないとか、ネジが足りないぞとか、そういう時ちょっとああもうとかなるじゃないですか。そういう時にありがとうって、心の中でありがとうってね、日本の言葉、英語でもサンキューって言うんですけど、日本のありがとうってなんか、ありがとうって言うとなんかね、気が落ち着くのは僕だけでしょうか。いや多分皆さんもそうだと思うんですけど、言われても落ち着くし言っても落ち着くっていうね、これ反響の法則中、反響の答えでね、ありがとうって言うと不思議とね、悪かった出来事もいい風に取られちゃうんですよ。どうしてかというと、もしなんか本当になんか事件事故起こった時もありがとう、これがねちっちゃい事故でよかったとか思えたりすると本当思えちゃうんですよ。一度試してみてください。なんかどうしてもなんかね、落ち込んじゃうことって大事だと思うんです。大事っていうか落ち込んじゃうことあると思うんですよ。でも落ち込んでその後這い上がってくるのがもっと大事で、そこにずっとさ居座っていたりするとなんかずっとさ気が病んじゃうじゃないですか。だけどありがとうね、本当ありがとうございます。なんか目に見えない力、もしかしたらご先祖様とか守護霊さんとか、そういった人たちが試練を与えてくれてるのかもしれない、神様を与えてくれてるかもしれない。で絶対に大丈夫だっていう確信がね生まれてくるんですよ。大丈夫だと思ったら大丈夫っていうことになるっていうのはね、まさしくそうなんですよね。人生みんな人それぞれ違うから、前も言いましたように人の人生は自分では歩めないし、ましてね人もね自分の僕の人生は歩めないのでね、そこは全然違うわけなんですよ。で理想をさ追っかける人でさ、理想なんか追ってる場合じゃねえよとか言われるけど、いやまあ僕的にはね、理想を追わなかったら何のために来とるのかって思うんですよ。人個人差それぞれ、まあ、大なり小なり理想、まあ、夢って言ったって、前もなんかコメントありましたけど、夢がねない場合はどうするんですかって言って、でも夢はないけどやりたいことはありますっていう、だから夢がないってことは大体ね、もう充実してるか、でもやりたいことがあるってことは、多分やりたいことがそれが夢になっていけば、それが夢になるし、大体言葉なんて、僕らがこう、頭で考えてたり、心で思ってる言葉が全部言葉として当てはめられるかって、そう思わないんですよね、僕も。僕も全然なんか言葉に出てこないこといっぱいあるんですよ。これは多分ね、自分の中の方の感情の方がね、膨大なんですよ。だから言葉がとして出てこない。で、言葉をね、伝えるときにも、その相手の人の、感情がその言葉を認知してくれたらその感情は伝わるけど、その言葉で伝わらない部分は何か分からないか、テレパシーなのか気合なのか、ね、波動なのか分からないですけど、そういったもので伝わるってことあるじゃないですか、なのでさっき言ったみたいに、ありがとうって言うとありがとうっていう波動がねちょっとまた返ってきて、そういう捉え方を、ね、ポジティブに変えれることに考えることになる。でポジティブに考えたらまた次なる行動もポジティブになっちゃうってことなんですね。はい、ということでありがとうございますと一度言ってみてください。とね、変わります。で理想をね、さっき追っかける人にね理想をかけてもダメだよって言いますけど、でも僕的には本当にね、さっき言ったみたいに理想をね追いかけないで何のために生きてきたのかなと思いますね。何かをするためにそれぞれ皆さん生まれてきてると思うんですよ。それはその人にしかできないこととか、その人の役割
があると思うんですよ。でその人の役割が何が一番自分が分かるかとか自分の中にね多分知ってるはずなんですよね、うん、もしなんだ夢とか目標で打ちひしがれてさっきみたいにこう打ち込んじゃう人っていうのはでその後夢を、ね、追いかけなくなったりとか好きなことやれなくなったりとか引っ込み思案になっちゃうとかなんかそういったことっていうのは何かの要因があるはずなんですよ。もうその要因っていうのはきっとねさっき言ったようにありがとうって言ってで自分がしたいことを何でもいいからね少しずつでもねやればいいと思う。周りの、ね、意見とか知った激励はねありがとうって言っていけば自分の好きなことにねやりたいことが好きなことになってで好きなことだと我慢することなくできると思うんですよね、うん、頑張ろうっていうのは意外とね頑張ろうっていうのは意外とストレスになることありますよね、うん、だからもしかしたらねほんと自分で自分に対してありがとうって言って俺のやりたいこと私のやりたいことって何だろうと思ってそこに突き進んで向き合っていけば、はい、何でもできちゃうと思います。はい、それでは今日もね短くなっちゃいましたがまた皆さんのご意見コメントをお待ちしております。そしてチャンネルよければチャンネル登録していただければ毎日毎日このチャンネルで会えると思うので今のところねほんと全然日記のようにね一言では話しますけどでもこれはなんかね自分に対してもメッセージだしなんかこういうことをね知りたい人とかにもねメッセージがなればなってお互いになんか共鳴し合うっていうねそこを目指しておりますのでどうかよろしくお願いします。それではまた明日 See you tomorrow! Bye!